自己物件ホテル。年号が変わった2019年、史上最長のゴールデンウィークなんて浮かれていられる身分ではなかったが、3人だけの家族全員の休みをたった2日間だけ合わせて取ることができた。全員が仕事を持つ我が家ではこれがなかなか難しいのだ。せっかくなのでどこかへ遊びに行こうということになったはいいが、 たった二日では遠出はできない。しかも計画が上がったのがゴールデンウィーク一週間前。おまけになぜかお金もあまりない。リゾートホテルや温泉など取れるわけもなく、遊びに行くのは東京浅草。泊まるホテルはオフィス街のビジネスホテル。それもシングルルームの三部屋に一人ずつ泊まるというものとなった。 日中は天丼を食べたり、寄席で笑ったり、それなりに楽しんだ。そしてそこそこ疲れを感じながら、予約したビジネスホテルへと向かった。さすが大都会東京のオフィス街である。平日なら、ビジネススーツに身を包んだ男女が、さぞかしさっそうとカ歩しているであろう街並みも、その日はゴールデンウィークの真っただ中。歩道を歩く人もまばらで、 スーツを着ている人など一人もいない。さながらちょっとしたゴーストタウンのような雰囲気で、それはそれで休日感が漂っている。そんなオフィスビルの狭間に立つ予約したホテルは、何の変哲もない、ごく普通のビジネスホテルだった。入り口の自動ドアを抜けてすぐのエントランスが、電気代の節約なのか、それとも落ち着いた雰囲気を演出してなのか、 妙に薄暗く感じたが、チェックインを済ました私たちは、次の日の朝食の時間だけを約束し、それぞれの部屋へと消えた。ベッドと机だけが置かれた狭い部屋の内装は、リフォームしたばかりで壁紙も新しく、ダークブラウンで統一された、シックで落ち着いた雰囲気だった。私は早速シャワーを浴びると、備え付けの部屋着に着替え、コンビニで買った中ハイを飲みながら、 ベッドに寝転がりミステリードラマを見ていたのだが気づくと私は人気のない夜のオフィス街を走っていた得体の知れない何か恐ろしいものに追われ恐怖におののきながら息を切らせて走っていた追いかけてくるそれは男なのか女なのか人間なのか獣なのかもわからない確認できるのは ギラついた目と不気味な息遣いだけ。私はカレーの線をあり走るのが遅く、それはどんどん迫ってくる。もっと早く走りたいのに足が気持ちについていかない。とうとう足がもつれ、ガクンと転んでしまった。そこで目が覚めた。いつの間にか寝落ちしていたのだ。心臓がドキドキと、 激しく体内の血液を循環させている。ベッド脇のテレビではまだミステリードラマが続いていた。ベテラン刑事が犯人を前に殺人事件のトリックを暴いている最中だった。眠っていたのは時間にすれば30分程度か。わあ、怖い夢見たわ。だいぶ疲れてるんだな。気持ちを落ち着けるためにわざと言葉を声に出した。 今この時が現実であるという実感を持ちたかった。私はバスルームへ行って歯を磨き、テレビを消してベッドへ入った。スマホで怪談朗読の動画を聞いていると、すぐに睡魔がやってくる。スマホの電源を落とすと、本格的に寝る体勢を取るべく、枕を整えて目を閉じた。おそらくは数分後。 うとうととまどろみ始めたその時だった。突然、バンッと枕を強く叩かれ、私は驚き目を開けた。そこに、ボサボサの乱れた黒髪の女が、鼻先一センチのところまで顔を近づけ、私の顔を覗き込んでいたのだった。絶対に許さない。女は怒りに満ちた行走で、 ガタガタの歯並びの悪い口をカッと開き、震える声で言った。私はそこで気絶したのかもしれない。または、それもやはり夢だったのかもしれない。気がつくとすでに朝で何度も鳴る部屋のチャイムで目を覚ました。お母さん遅いドアを開けると娘が立っていた。 約束の時間になっても朝食に現れない私を起こしに来たのだ。私は慌てて着替えると、家族の待つレストランへと向かった。ごめん、昨日変な夢見ちゃって。私は言い訳がましく、昨夜の悪夢の話をした。え怖い。スマホから目も離さず、抑揚のない声で娘が言う。 まあ疲れてたんだな。と夫。でもさ、かなりビビったよ。あれがお化けだったら初めての心霊体験だよ。そんなことあるわけないよ。夫は鼻で笑うが、娘は、あ、それありえるかも。と、スマホ画面を私に向けた。見るとそこには、 某有名事故物件工事サイトが映し出されていた。ここ、事故物件ホテルだって。スマホ画面の地図には小さな炎のマークに吹き出しがあり、そこには今私たちが朝食をとっているこのホテル名と住所が記載されている。そして、ビジネスマンが非常階段より投身自殺と書かれていた。 えー、マジか。一瞬背筋がゾクッとした。昨夜見たあれは夢じゃなかったのか。ああ、でも大丈夫。私が見たのは女だったもの。自殺したのは男でしょだから、やっぱり昨日のあれは夢だよ。心霊好き、幽霊肯定派のはずなのに、いざそれが自分の身に降りかかるとなると、 途端に否定派になる私。うーん。でもお母さん知ってる今 OL って性差別用語だから使わないらしいよ。だからこのビジネスマンも男とは限らないかも。ここはオフィス街だからね。私はその時、スマホ画面をスクロールしながら恐怖に陥れる言葉を淡々と吐く娘が一番怖いと思った。